株式会社文芸春秋は日本の出版社、東京都千代田区清井町に本社を置く、芥川賞や直木賞をはじめ多くの文芸賞を手掛けている。過去には東京12チャンネルにて1968年から1981年まで放映されていた各界著名人の生涯を紹介する人に歴史ありに協力していたこともある。 1968年まで労働組合は存在せず社員会であった。組合が結成されたのは当時の池島信平社長が日本文化会議の機関紙を発行しようとして社員会が反発したのがきっかけ。池島社長はその代替として諸君を創刊し以降は保守派の出版社というイメージが定着している。本館が文芸春秋本社であり、 新館と西館がテナントビルである。新館は、プランテック、日本文芸家協会、シティリビング、三井物産マーケティングなど10社程度が入居。西館は、地下1階に文春ホール、1階に HRT ニューオータニュー運営のラウンジ春秋館、6階に談話室、執筆室のほかは、日本民間放送連盟が入居している。 かつて発行していた雑誌文芸春秋では、週刊文春などを代表に、表現の自由と人権、歴史事実などをめぐり、論争を提起する事例が数多く見受けられる。一番代表的なのは1995年2月に月刊誌、マルコ・ポーロが廃刊となったマルコ・ポーロ事件であるが、この時は全紙への広告執行停止の事態を招いた。2004年に、 週刊、文春は、田中牧子衆院議員の長女のプライバシーを暴露する記事を掲載、それに対し訴えを受けた東京地裁は出版禁止の仮処分を命じた。出版の自由への国家権力の干渉という論点もあり、世間に波紋を広げたが、東京高裁において差し止め命令は取り消され、長女側が特別広告を断念したことにより、確定判決となった。 週刊文春2006年6月22日号において、ある離婚カウンセラーのビジネスが違法性を問われかねないものであるという内容の記事を掲載。この記事を引用した投稿を受け、アップロードしたウェブサイト論壇に対して自社に対する著作権の侵害と当該離婚カウンセラーへの名誉毀損を理由として、知財法無部名義で削除依頼を提出した。 しかしながらこういう報道姿勢は、深刻な人権侵害を招くこともある。性格同結発掘調査で図像疑惑報道では、当事者による抗議の自殺を招いた上に名誉毀損訴訟で敗訴、渡辺常夫読売新聞主筆、谷垣定一元財務省などの報道でも、いずれも名誉毀損による敗訴と賠償金の支払いが、確定するなど、結果として出版ジャーナリズムの信憑性や、 信用力を低下させかねない事態を招いている。文芸春秋社の創始者である菊池博士は、マージャンに熱中していたことで知られ、日本マージャン連盟初代総裁でもあった。1929年にマージャンパイの輸入販売を始め、マージャンブームの火付け役となった。ブーム到来によって、マージャンパイが不足する事態に陥ると、オリジナルの文芸春秋マージャンパイを製造して、 販売を開始した。ありがとうございます。